ソビエト連邦最高会議幹部会議長は、ソビエト社会主義共和国連邦の立法府、最高会議の常設機関である、最高会議幹部会の議長であり、同国の国家元首である、最高ソビエト幹部会議長とも、最高会議は1989年の憲法改正まで、ソビエト連邦の最高国家権力機関として位置、付けられていたため、 1938年から1989年までの間、最高会議幹部会議長は国家元首に相当する官職であった。ここでは同じソビエト連邦の国家元首職として上記官職とも関係性が深い1938年以前のソビエト連邦中央執行委員会議長1989年以降の最高会議議長及び ソビエト連邦大統領についても説明する。最高会議幹部会の英訳が、プロシディアム・オブ・ザ・シュプリーム・ソビエトであることから、最高会議幹部会議長は西側において、しばしば、大統領と呼ばれた。しかし、最高会議幹部会議長は、儀礼的、象徴的な意味合いが強い名誉職的な地位であり、実権は、ソビエト連邦共産党中央委員会書記長が、握っていた。 原子核の最高会議幹部会議長、ソ連共産党の最高指導者である初期長、閣僚会議の主張である閣僚会議議長を兼任させずに分離した体制をトロイカ体制と呼ぶ。1977年、レオニード・ブレジネフ初期長がソ連史上初めて最高会議幹部会議長と党初期長を兼任した。ソ連共産党初期長兼、 最高会議幹部会議長であるミハイル・ゴルバチョフのもと、1989年の憲法改正で新たに、ソビエト連邦人民大議員大会が最高国家権力機関として創設されると、最高会議はその常設機関とされ、最高会議幹部会議長のポストは廃止された。代わって、最高会議議長の職が新設され、人民大議員大会の議長も兼ねる。 国家元首となった。また、1990年の大統領制導入により、国家元首の地位は大統領へ移行した。新設された初代最高会議議長と初代大統領はいずれもゴルバチョフ本人が歴任した。ありがとうございます。